アイドルユニットサマーフェスティバル2010が開催された渋谷 CC レモンホールアイドルユニットサマーフェスティバル2010は日本放送の主催で2010年8月30.31日に渋谷 CC レモンホールで開催された女性アイドルグループ4組によるライブイベントである2010年代前半のいわゆるアイドル戦国時代の幕開けを告げるエポックメイキングな出来事として アイドルに造形の深い吉田剛や峰脇育夫が言及するようにミュージックジャパン女性アイドル大特集東京アイドルフェスティバル2010品川と並び10年後の2020年現在においても語り継がれるイベントとなっているスイートパワー社長の岡田忠史由美は結成したばかりのバンプ Y がどうやったらファンが増えるか当時 BLT 編集長であった 井上麻尾に相談したところ、他のアイドルファンに見せれば良いとの提案を受ける。また、日本放送の増田義子は、2009年の秋に番組制作ディレクターからイベント制作の部署に移動、その際に夏休み最後の2日間に渋谷公会堂を抑えることができたので何か企画して欲しいとの上司の依頼を受けていた。増田は岡田から井上を紹介され、 来年の夏はアイドルが熱くなるとの情報により、アイドルイベントの開催を決める。出演者は井上からの推薦に基づき選定した。当初社内外から、アイドルブームが来るのと、疑いの目で見られていたものの、ハロー。プロジェクトのライブにしか出演したことのないスマイレージが、外部のイベントに初出演するという話題性もあり、いざチケットを販売したところ即完売したことから、 周囲がアイドルブームへの疑いから確信に変わったと10回している。ただし、ブブカの編集長、森田修一と編集部員、並木慎一郎は当日券で入ったと証言している。紙のプロレス編集者の経歴を持つ吉田は伝説のイベントとなった要因として、川上明マネージャー、山田正二といったプロレス心を持ったマネージャーが交流戦で、 仕掛けたことにあると指摘している。山田も僕らは桜場和氏になりたかったと語っている。一方、吉田当時編集長以下 SKE48 をプッシュしていた部部下の関係者がそのパフォーマンスに落胆した様子を高田信彦がヒクソングレーシーに何もできずに負けた時ぐらいの落ち込み方と例えている。2020年音楽ナタリーにて連載。 2010年代のアイドルシーンがスタート。その第一弾として本イベントに焦点を当てたアイドル戦国時代幕開けの瞬間が前後編で掲載された。また、同年8月31日には当事者であった増田、川上、山田、湯浅用放送、オールナイト日本 R でライブの模様が放送された。ありがとうございます。